はい、本日はお集まりいただきありがとうございます。僕はずっと日本にいるんですけどね、はい、来たわけではありません。ここに住んでおります。ありました。押しつぶされそうになることは多々ありました。でも自分がこれまでいろんな現場に立たせていただいて学んだこと、すべてを出し切ってもう逃げられる状況じゃないので、もう参加するって決めたからには、なのですべてを出し切って、いい芝居ができればいいなと思いながらずっと、挑戦していました。本当に毎日毎日が、Oh man, I hear everyone's voice at all at once. 本当に毎日が、何をと思ったんだっけ。とにかく何の質問でしたっけ。アクションですね。アクションもそうだし、まあ、本当に驚くような原作から抜け出したような肉体美、ね、ハリウッドの撮影いかがでした。肉体美です。そうですね、アクションに関しては本当に、撮影の前1ヶ月前から、朝から夕方まで毎日、ほぼ毎日週5ですね、練習させていただいて、アンディの元で、聖夜のアクションを作り上げました。そして、劇中で出てくるんですけども、意図しない上半身裸のシーンがあるかもしれないんですけども、それはですね、世界中の皆さんに見られるということで、恥ずかしくない体には、仕上げたつもりでございます。はい、ありがとうございます。今の気持ちですか。はい、もう嬉しいという言葉以上いいコメントは出てきません。とにかくこういった作品が、日本人が主演のハリウッド映画がこうやって日本に届けられて、世界に届けられるっていうのが、何より幸せです。ありがとうございます。来日のキャストの皆さんとは久々 のお会いとなったと思うんですけれども、はい、何か話されたこととかってありますか。いやいや、もう本当に仲のいいキャスト、そしてスタッフの中みんな仲が良かったので、あえて嬉しいねっていう話はたくさんしました。あと日本来て何食べたっていう話ですね。お時間も、あ、この撮り方、あれ俺撮ってくれてる。マッケン、マッケン、その時間意味わからんから俺がマッケン撮りたいわ、それやったら。自分の、今新田マッケンさん、自分のスマホを取り出して、あらら、うわ